バーが今戦っていますけれども、ここで若干ね体重の差っていうのも出ますからね。これだけやっぱり 660cc のターボエンジンですと、やっぱりオートポリスの場合は高低差がね、50m 以上ありますから、まあ、そういったところでは上り坂はやっぱりね体重の軽い人が有利。おお、そして5番手争い、4番手争いか。さあ4番手5番手がサイドバイサイドになるところ、これはひょっとすると中島悟のティレルと、そして木堀が戦っているのか。カーナンバー12番の奥川浩一郎5番手スタート、後ろからは阿久津俊二選手、7番手スタートの阿久津選手が並びかけようとしておりましたよ。そして先頭はジェットコースターストレート、おー、車がロールするロールする、左側へスーッと縁石をですねかすめようとするところ、どん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  FF の車ですからね、アンダーステアが強くなって、そして遠心力が働いて外側に車持っていかれようとする。スペシャリストのドライバーたちに囲まれてしまって大きくポジションを落としてしまいましたが、しかしここはね夫婦対決というか、夫婦やっぱり俺がすごいんだろうというところ、この奥川浩一郎選手が今見せてくれています。おお、第2ヘアピン突入していったのは阿久津だ。福の今福川選手のインサイド飛び込んでいきました。さらには塚原が行ったか。さらには塚原和臣も今カーナンバー12番の福川浩一郎のサイドバイサイドから前に出たが、第2ヘアピンでインを刺されて、これで福川浩一郎選手が2ポジションダウンになるでしょうか。お、粘るぞ粘るぞ、ジェットコースターストレートエンド粘っていくけれども、塚原が前。さあ福川浩一郎選手、中島悟のティレルのカラーリングの F1 のカラーリングのそのオマージュでありますけれども、そのマシンが2ポジションダウンということになってしまいまして、現在は4番手でしたが、これで6番手ということで順位が変わります。今阿久津俊二選手が上がっているんですけれども、阿久津選手はドライコンディションのこの今あったかくなってからがぜん元気がいいですね。現在ラップタイムなんですけれども2分39秒の0というタイム、ただ前の車両が2分38秒台ですから、ちょっと追いつくまではいってないか。後ろから来ている塚原和臣選手が接近をしている状態は変わりません。さあそして、ティレルのマシンでありますけれども12号車、福川選手は現在6番手まだ守っています。そして奥様は今どこか気になりますよね、14番手福川佳菜子選手は現在14番手を走行中。初レースですからね、しっかり完走しましょうね。今14番手だとバトルの中の今どの辺りですかね、第3グループあたりですかね、第3グループあたりの現在は前の方を走っているという感じでしょうか。それか第2グループのお尻の方かな、第2グループの今お尻の方を走ってますかね。さあ先頭はこれで帰ってくると3周を終わることになります。レースは3周、そろそろタイヤがですねちょっと空気圧をミスってたりして路面温度が立ち上がって、今上りながら左 110R から、そして今度は右 250R 切り返しのところでもまだ接近している。さあ第2ヘアピンあたりでブレーキングで飛び込んでくるかどうか。さあどうだ、ラインを変えてくるか。あ、ここは薮田なる選手はちょっと上りでは追いついていかなかったか。さあ薮田なる選手のところまで今8番手、さらに9番手234番の本田、そして10番手には3番のガミさんというオーダーになっております。さあトップからちょっとトップ10あたりまで振り返っておきますかね。現在トップはカーナンバー55番の塚原博之、2番手には888番の野島俊也、3番手には4番の下地翔太、そして4番手には36番の阿久津俊樹、そして5番手には5番の塚原和臣、6番手には12番の福川浩一郎、そして7番手には920番の畠山純也、そして8番手には88番の薮田なる、9番手には234番の本田十一郎、そして10番手には3番のガミさん、ここさあ塚原博之選手危うし、後ろから野島選手がやってきた。さあインに飛び込むことはないか、第2ヘアピンはインに飛び込まない、ワンチャンスどっかで狙っているか。最終ラップあたりまでここはちょっと余力を貯めてくるか。そして今5番手6番手あたりもまたちょっと接近してきている、トレイン状態4、5、6、7、8、9、10、11、まだいる、13位あたりまでが今一つのグループになってるでしょうか。さあこのあたり11位ぐらいまでですかね、11位ぐらいまでが一つのワンパックになっているようです。一つのワンパックになっている。さあトップ争いは接近、上り勾配が続いているところ、おっと塚原選手がアンダーステアが強くなる、複合カーブのところリアがスライドしていく、そしてフロントも流れていく、そこをすかさず888番の野島が詰めてきた、野島詰めてきました。さあこれはトップ争いは完全に射程距離に捉えている、カーナンバー888番の野島選手がかなりこれは有利になってきましたよ。塚原はどういう手を持って抑えてくるか、接触だけはやめましょうね、トップ争いで、ね、熱くなるのはいいですけれども、接触とかラフプレーの内容にお願いしたい。
さあ先頭を戻ってまいりました。あと残りは2周あります。これで5周を終了。7周の決勝レース、あと2周が見ものトップ争いが接近。さあ完全にピンクの様相になりました。まもなくスタンドの前に参りますよ。先頭争い、さあどっちピンを抑えているから今度はアウトに振った。そしてブレーキングゾーンでアウト、なんとかブレーキング入られないようにしましたけれども、かなり振り方大きく振りましたね。メインストレートのエンドのところ、ブレーキングゾーンに入る手前のところでラインを変えました。相手に牽制を入れてきます。ただタイヤには厳しいですよね。ああいう動きをするとさらにタイヤはヒートアップしてしまう。さあブレーキも結構厳しくなってきているというところでしょうか。タイヤのグリップが落ちれば制動距離も当然伸びてきますから、そのあたりは警戒しているんでしょう。先ほどは見事に2番手争いをオーバーテイクしていきました野島ですから、自分の車の速いところ、相手の遅いところをちゃんと理解した上で安全にオーバーテイクしていくという、そんなことを考えているとは思いますが、お、そして4番手争いがまたちょっと塚原和臣とさらには福川光一郎、3台がかなり揉み合う展開で4番手争いになってきました。その後ろがちょっと離れてきましたね。やはり折り返しを過ぎてからタイヤのグリップダウンがかなり、そしてトップ争いだ。トップ争い第2ヘアピンの立ち上がりで並んでいる。トップ争い第2ヘアピンの立ち上がり残り2周で並んでいる。さあしかし今度は右コーナーインを取っているのは塚原博之だから、塚原がここは抑えるが並ばれたぞ。トップ争いが一旦並んだ。やっぱりこれはファイナルラップで逆転があり得る話になってきましたね。さあ抜きどころは限られているはず。今のところは1回もうその手の内を見せてしまいましたから、塚原も警戒してくると思います。果たして今度はどこで狙ってくるか。もうここはあれですね、相手との駆け引き、頭脳プレーですよね。相手をどう出し抜いて自分がそこに飛び込んでいくか。野島はいろいろなシミュレーションを頭の中でぐるぐると展開していると思いますけれども、さあファイナルコーナースタンドのところでもトップ争いは今接近。ちょっと今後ろ野島選手が立ち上がりのラインを今くっかく取ろうと思って一回車間開けましたね。車間開けた。そして立ち上がりスピードを乗せてきた。さあどうだ、時速135キロまでの並べるか。インペタだ。さらにインを取りたいその野島なんですけれども、インはしっかり押さえている塚原。さあ前に出ることはできないか。並んでしまいたいんだが135キロでは並べない。そしてトップ争いは完全に今テールツーノーズのまま1コーナーのブレーキング、ミラーを見ている。早めにブレーキングを踏んだ塚原。そして今度はブレーキングをギリギリまで粘っていった。今度は888、もう立ち上がりのスピード、今度はファイナルラップに入ってから野島が速い。お、1台リタイアしている。1台カーナンバー33番が単独でスピンをしてしまってバリアにヒット、マシーン止めている。現在45台のマシーンがレース中。電車完走はちょっとなりませんけれども、45台がレースの展開中です。いやー、ここまでクラッシュはなさそう。いいレースを見せている。トップ争いもやり合っている。バンパーズバンパーサイドバイサイド並んだが、しかしここではなんとか塚原博之を抑えている。あとは下りのジェットコースターストレート2コー、第2ヘアピンの立ち上がりからでしょうか。しかし塚原はもう抑えるところは分かっているはず。あとはどこで手を出すか。野島、他に方法はあるか。このトップを走ることに対してのプレッシャーというのには慣れています。さあ第2ヘアピン突っ込むかどうか。インに飛び込むのはリスクがあるか。立ち上がり狙っているよ。立ち上がりインから立ち上がってスピード乗せてくる野島。そして今度はインを抑えにかかる塚原。完全にもうバックミラーしか見てないですね。バックミラーに穴開いちゃうぐらい今バックミラー。おお、そして4番手争いが並んだ。今度第2ヘアピンだ。4番手争い並んでいる。阿久津と獅子の横から今度は塚原和臣が並んでいる。ストレートサイドバイサイド、インを取っているのは阿久津だ。横からアウトサイドからは並べないか。並んできた。前に出ることはできない塚原和臣。いやー、それぞれいろんなところでですね、この時間帯またバトルが展開しております。最初から最後まであちこちでバトルをしてるよ。そして複合カーブのところでは塚原和臣、なんとかアンダーステアとの格闘をしながら先頭を守っている。さあもうあと残すはファイナルコーナーと、そして最終のところしかありません。チェッカーがもう目の
前だ。なんとか逃げ切りそうか塚原、守りきったか。いや野島はもうチャンスはここでなくなったか。まあ最後は自滅したか。ちょっとアンダーステア出してしまったのは2番手の野島だ。先頭は守りきりました。ボールツーウィン。カーナンバー55番最後は2番手を退けました。塚原ひろゆき優勝を飾っています。2番手野島、3番手下地、そして4番手争いは途中並ばれましたけれども、阿久津と主従が7番手スタートから3ポジションアップ。5番手5番の塚原和臣、6番手福川光一郎、そして7番手88番の薮田なる、8番手444番カルロス本田、9番手3番ガッタ、10番手234番の本田。さあ夫婦対決、福川加奈子選手は14番手フィニッシュ。初レーストップ10な圏内からのスタートだったんですが、14番手フィニッシュお見事でした。ホンダカーズ北九州 N1 です。さあ続々と各マシンがチェックを受けてフィニッシュしていますが、いやーなんとか全車完走してほしかったんですが、1台だけカーナンバー33ですか。カーナンバー33ありますか。カーナンバー33は今回いないですね。303だったらいますけど、ちょっと確認してみますが、1台入って止まってしまったという情報が入っておりますが、45台チェッカー受けますかね。最後みんなでチェッカーというわけにはいかなかったですけれども、